まあだから一番いいのはバサッと来た瞬間一瞬しゃがみ立ちがいいです。一回やってみてください。はい、例えば 8RK です。じゃあ 3RK、 はい、3RK からのスタンプか右パンチみたいなのがよくあるはずなんで、あれで分からん殺しする相手とかは一瞬しゃがみ立ちでね、痛い目を見せてやりましょうね。はい、あれファジーできるんですよ。できます、できます。はい、ステーブってどんな技使って、もうピーカブーだね。ピーカブー、はんはん、ピーカブーと後ろ下がりのなんだっけあれ、フリッカー、フリッカー、フリッカー、ピーカブーもろに使います。はい、フリッカー、ピーカブー、ウェービングはマジで全部使うね。はい、スティーブは一番全部の技を使わなきゃいけないキャラかも。なるほど。右側のメガネっ子誰、右側シューリーさんですね。シューリーさんですね。どうもこんにちは。はい、鉄拳界のメガネといえば、いや、やめよう。いっぱいいるわ。いっぱいいるわ。メガネ侮っちゃダメだ。メガネ侮っちゃダメ。ブリー伸びる上上田さんそこ入れてきたんで。まあかなり、まあ、あの人大阪行ったら多分ヤバい強さで帰ってきそうだよ、マジで。とんでもない強さで帰ってきそうだね。大阪のみんなも仲良くなって帰ってくると思う。そうだね。気持ち合うもん。うん、九州とか行くと大変じゃない。そうだね。うん、かなり上田さん対ジゴモンさんとか見てみて。見たくないね。そこまで来たら。もうひっちゃかめっちゃかになってる。フリッカーそんな、フリッカーは下がることもできるから、そこからスマッシュ、フリフリッカーから後ろ RP とかでスカ角を狙ったりとかもできますよ。はい、最近ステムの足し足、あ、いいね、右やっぱいいね。ブリマルって喧嘩、なんで喧嘩っ早いんだよ。あの人は優しくなったよ。でももうお兄さんだけどね、今本当に。この前初対面で焼肉行ったけど本当にいい人だったね。おもろいでしょ。おもろかった。あれが大阪代表だったら本当に。いやもう素晴らしかった。俺の顔見るなりキャラ当ててやるわとか言って。ジンとリーやろとか言って。知ってたでしょ。知ってたでしょみたいな。いや知らん知らんとか言って。いやマジ面白かったですね。やばいね。はい、すごい。いや本当にいい人ですよ。大阪最強今茶柱、あーみたいです。茶柱対ブリマルがオレンジ放送で配信、いいね、配信されてるみたいですね。かたやこっちでは、はい、悪の代表、菅も最強、菅も最強、三島使いのやめよ、菅 VS 世界最高峰の攻撃力を誇る。そう、世界、あ、これ冗談じゃない、本当だよ。いや、これ世界最強の最強候補の陣使い、ね、一応スカゴで一番見つまってたコウスケだよね。まあそうだね、うん、明日どうなのかな。 TKGS 誰だこれ、誰だ TKGS、 TKGS 誰だね。上手い人にブラのアパクトしゃがめって言われたんですけど、難くないですか。いや、しゃがめるけど中段もあるし、しゃがめより横移動した方がいいと思いますよ。なるほど、この陣、いや、じゃガードとかやってないから、ガードとかやってない、うん、そういうゲームじゃねえから、そういうゲームじゃねえ、うん、ストライカーだから、はい、リベロとかじゃねえから、いや、ほんと狙いに行くからしっかりと、ゴールキーパーとかじゃねえ。魂のボランチ上田になったらもうつまんないもん、ね、もうつまんない、ほんと魂のワントップ上田、ワントップ上田、まあ全然ありだけど、ありだよね、そこまで、はい、そこまでまだ至ってないんだよ。俺はワントップだって言え、まあ、使ほしい、まあ、お、あ、あ、あ、明日どうしようか、いや明日最終戦だから来てよ、うん、バクシーさんは来てくださいね。ねえ、っていうかいっぱいね、アミーゴさんと一生いっぱい、そうそうそう、なんだよ、なん明日来てよ。明日、いやこれマジやばい。あんま似てないよ。ごめん。はい、あんま似ませんね。はい、すいません。はい、ノビ韓国に、そうだね、楽しみです。アパスト2発目は、うん、いやアパスト自体は横移動です。右で背面まで行けて、左は中段の方は当たってしまいます、はい、マクシーは今くモノマネされる、声がいいからね、いいんだよ、うん、そうなんだ、声がいいっていう感じを出すときはモノマネになるから。という失礼なことを待ってるよ明日、マクシーお願いね、お願いします。魔説の後何のためらいマクス水面打つ陣は、そうだね、はい、その通りだ、まあ、一応探してを生かして、そうだね。はい、伸びやられたら何倍、いやまあ2倍だね、そんな何倍にも返せないよ。アパスト一瞬しゃがめたち両対応一応できるけどね。厳しいこと言う、厳しく言ってない。来てよ一緒に行こうよ、組みて、でも
バクシーさんあれでしょ、結構ジョイポインターでしょ。そういや今ね、ぶっちぎりででもタケ君がトップだね。あ、そうなんだ。そうそうそう、ちょっと着替えてくんね、はいはい、あ、はいはい、了解でございます。はい、次の大会、世界レッドブル 5G があって、世界大会があって、マスターカップじゃないでしょうか。で、そして明日は巣鴨のランバタ決勝戦で、来月の組手に行く人が決まると。で、その明日の報道に関しては、こちらのゆうのび放送ではなくナムコのゲーセン配信ということで、まあ日野さんもいらっしゃると。僕はレッドブルは出ないですね、すいません。ちょっと家庭用の方があまり自由な環境で焼けないのでね、どちらかといえばゲーセン派の僕は今回は観戦デーとして見送らせていただきますと。おお、 A 判定もらいましたか。頑張ってくださいね。しかもまだ出てなくない、有名な東大模試は。まあいいや、そんな話は。3-4だっけ、3-4だっけ、ちょっと待ってね。あ、あ、はい、明日は固定 3-4-3 となってます。なので、まあメンバーを集めて来る方も来るのも OK ですし、まあ何人か、単独で来ても多分コウスケさんの方が斡旋してくれると思いますので、ぜひ明日の土曜日巣鴨も、皆さんお越しくださいませといった形です。シュリさん今、シュリさん今ラインはですね、今ジェットコースターの下ですね、今羅生です。はい、風神で誰だっけ、羅生先週の金曜日に、スザク上田さんとやって風神からスザクに落ちて、で土曜日昼飯食いに一緒に武君と昼飯食いに行ったんですけど、その後にその後に武君のサブとやって青龍で、そのまま悔しいまま一旦に挑んで、一旦の初風神のかけた熱意に負けて白虎なり、で白虎の後他の赤団が気持ちよく赤団戦をしている中、おわたパレードを楽しんで玄武と、はい、おわたさんとの試合は最初に白虎で落ちた時にすぐやめたんですけど、でおわたさんとやってたら、おわたさんの玄武に2回ぐらい負けて1ポイントぐらいしか失っていないのに、なぜか青いブルーライトが光りまして、でその後落としきれない大和田さんと、あでその時に大和田さんも昇格戦で白虎の白虎ゲームでやったんですけど、で大和田さんの試合でゲームで大和田さんが白虎の昇格試合、僕がゲームの降格試合っていうのを12回ぐらいかな大和田さんがずっと決めきれなくて早く終われよみたいなと言った、はいと言ったのでゲームになって、で、はい、で、ラッシュ、まあ、そうですね、まあ、やっぱり段位があって僕はかなり対戦することがすごい楽しいんですけど、まあ、負けた時はやんない方がいいですかね。はい、お帰りなさいませ。ただいま。シューリーさんの段位チェッカーがいましたので、シューリーさんの段位チェッカー、段位チェッカーが、段位チェッカー、どういうこと。だから今なんて話した、あ、はいはい、なんだ、羅生ですで風神から羅生までのストーリーを話してたら、意外にいやもう悲しいか言わないいや、そんなことないそんなことないそんなことない、うん、全然全然。どんな気持ちですか。いや、なんだろう、まあしょうがない、そうだね、しょうがない。あなたほど多分ポジティブな人いんですいや、ほんとそうだよ。なんか、そうこの前東京ゲームショウの帰りでユウさんとも話してて、うん、お前なんでそんなに段位落ちるのみたいな、でなんかちゃんとこういう風にやんなきゃダメだよみたいなこと言われたんですけど、
その後に、いやでも LINE 落ちてなんか友達は多いんですよみたいな話したらいろんな大層の人の友達になれて僕は嬉しいですよみたいな、ね、話をしたら赤もそういっぱいいるからね。そう、シュウジさん適正ね、多分無難な間挟んで数学ぐらいにしましょう。数学整理ぐらいじゃないかな、ね、はい、まあちょっと風前行っても許してもらえるかな。そうだね。でもなんか風前になると必ずなんか古川さんとか来るんだよね宿命でしょ。宿命なんだ、やろうよ今何段とか言われるということで、はい、なので本当に僕の段位はいろいろコロコロ変わりますけど、どっかでお会いしたらぜひやりましょう、はい、そうだね、シュウジさん案外できる段位にいるもんねはい、なのでのびさんに質問、フェンとレオが合う理由はまず、どっちも策をかけに行けるキャラクターっていうのが第一、はいはい、あとはお互いのコンボがとにかく相当減るんですよ、はいはい、壁コンボも込みで、はい、明日行くよ3-4だから面探しか、明日固定3-4、固定3-4らしい、今見てきた、まあ当日汗もあるし問題ないでしょう、はい、うん、なのでぜひシュリーさんもいないでしょ。え、何か明日決まってる。ああ俺まだ全然決まってない、まあ、もう決まりだこれいやでももっと強いやつと組むだろ本当シュリーさん決まったやん、爆死よかったね、はい、そう、とにかくコンボ火力の相性面がすごいいいってことですね、はい、シュウジーさんは何ちょろい神だってことですね。まあちょろいんじゃなくて、なんだろうね、お、神だ行ったんだ、やるかって聞いてやるかみたいな、おお、よく集めてきたなお前とか言って、あとは一回行ったのがえマジンみんなが言ってたそうです、はい、はい、ということで、あと配信も残り3分ぐらいですが、うん、どうしましょうか。残り3分で今日はこれで終わりにしましょう。終わりにしましょうか。はい、明日配信は、ナムコ公式チャンネルの方で配信したいと思います、はい、ということでそちらの方よろしくお願いします、はい、メガネの人シュリー、そうです、シュリーさんです、はい、はい、どうもこんにちは、お疲れ様です、はい、養分、いや養分っていうか養分になる気なんか鼻からないよね。鼻からないんですけど、はい、で、なんだろう、でもみんななんかこいつは自分自身かどうかもしれないけど、みんな好きなんだよね。まあそうだろうね、シューディーが風神だとみたいな。いや、そうだろう、シューディーが風神だ、やるしかないみたいな。シューディーが僕の内が神代以上になってると、はい、しかもの集客率がいい可能性あ、そうだね、そう、うん、どこ行ったあのメガネみたいな、ね、かなり人気のアトラクションに行ったんで一気に待ち時間相当多いから、ね、かなり近くにヒールを入れる練習だもん。雨天中心なんだもん俺がやろうとしたらすぐね故障したちょっと明日は客入れしないかもしれない、ね、シェリーさん年いくつ25、26です、はいはい、カメラは誰だっけ、はい、ハリー君と上田さんとあとデク、うんうんうん、いいためいるね、いいためいるんだけど、そうだね、そう最近増えてきた、そうかそうかそうか、はい、なので僕に頼むよりかはチャバさんとか新宿に行った方がいいと思います。いや、いいじゃん。そう、そうかな。って言ってんのか、まあ、ありがとうございます。こんなんでよければ。はい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 、だけど、リーダーったら間違いなくシュウジさんが俺より強いからね。まあ、まあ。立ち回りからね、俺も知ってるけど、強さで言ったらシュウジさんがもちろん強いんだよね。巣鴨のために頑張って、そう、シュウジさんが一番なんだかんだで巣鴨にいてくれてるからね。はい、会いに行ける中段って言ったらエイドリニアンじゃん。そうだね、会いに行ける朝からの講談って言ったらシューリーさんなんだよ、はいはい、ということで本当に僕は LINE が合えば全然お相手いたしますのでね、えはい、はい、男は背中で語るものって間違いないいや、ハリー君と僕のリータイヤと多分ハリー君だと思います。そうだね、そこはそうだね、そこはハリー君だと思います、はい、まあ最近やってるかわかんないですけど、まあ、巣鴨はね、こんな感じで赤段位、神段位、あとそしてまあ全然、まあ、多いように見えるけど、もう全然本当に基本石板だよね、はい、石板獣団、はい、剣団なので本当にぜひ来てください、いろんな段位の人が来てみんなと話して、明日人やばいと思うからみんな来てね、はい、30は硬いからね絶対、ぜひ、はい、いろんな雰囲気を味わって帰ってきてください、ね、巣鴨も神セブン、いやそこの10位ぐらいだと思う、秋茶ぐらい、うん、秋茶ぐらいそうだよね、うん、はい、農家でももちろんそんなのはね、どんな段位でもノーカードでもどんな年でもやります、はいはい、言われたんだよ40歳だけど対戦してるって関係ねえよ、関係ない、 はい、そんな感じでね、残り今日は30秒で終わりにしたいと思います。明日は5時半とかかな、はい、5時から5時半の5時からで、基本は5時からですが遅れちゃうかもしれないで5時半からやりたいと思います。はい、はい、ということで今日はね、今日はお疲れ様でした、お疲れ様でした。あ、さあ康介の断末、康介がどっち、あ、勝ってるね、はい、はい、ということで、はい、じゃあまた朝じゃねえよ、やべえよ、ゲーセンやってねえよ夕方からね、お疲れ様です、はい、またじゃあねー、お会いしましょう。
お疲れ様です。